ケンちゃんママってさ、はっきり言って結構老けてるよね。え？さとみさんだったっけ、名前。そうだけど、確かに千夏さんに比べたら随分年上だし、老けて見えても仕方ないわよね。でもそれをわざわざ言ってくることもないんじゃない？うちって正直だからさ、思ったこと言わないと気が済まないっていうか、ま、正直が一番だよね。それでも他人を傷つけるようなことを言う必要はないんじゃない？うざ、説教かよ。さすがババアだな。何？わざわざ挑発するようなことを言ってどうしたいの？何歳ですか？見た目的にはケンちゃんママっていうか、ばあちゃんって感じだけど。46歳ですけど。は？やば！何歳で出産したの？40歳ですよ。計算したらわかるんじゃないですか。40歳？高齢出産じゃん！やばすぎてもはや草！草って何ですか？ババアにはわかんないか？仕方ないよね、ババアなんだから。さっきから失礼なこと言ってるけど、何が目的なの？あんたさ、臭いんだよね。え？加齢臭っていうのかな？うち何歳か知ってる？27だよ。あんたとはほぼ20くらい違うんですけど、やばくない？そんなに若かったんですね。知らなかった。そりゃ加齢臭も感じちゃうよね。私みたいに若いママに比べたら、あんたなんてババアでしかないんだよね。だからもう話しかけないでもらうわ。え？どういうことですか？くせんだって言ってんだよ。うちら他のママ友からしたら迷惑でしかないの。そういう自覚ないんですか？年上なのは認めます。だけど臭いと言われても、しかも加齢臭なんて自分じゃどうにもできないし。これから無視するから。うちらは若いママ友しか仲間だと思わないし、あんた私立小学校の入学受験させてたでしょ？まさか会場で会うと思ってなかったから驚いたよ。そういうの、やめた方がいいよ。なんでそんなこと千夏さんに言われなきゃいけないの？私の自由ですよね。あなたに迷惑をかけてるわけでもないし。申し込むだけ無駄なのもわかんないのかよ。どうせ落ちるし。どうしてあなたにそんなことわかるんですか？高齢出産した人とか一番最初に落ちるでしょ？でも申し込むだけで倍率上がるわけだし、私的には一人でも諦めてほしいってわけ。だから今すぐ棄権してくれる？じゃないと私を怒らせることになるってわかる？怒らせるって言われても、そんなの人の勝手でしょ？私を牽制したって落ちる人は落ちるんですよ。ああ？うちのマー君が落ちるって言いたいのか？ババア、調子に乗りすぎじゃね？落ちるとは言ってませんけど、ババアっていうのも言いすぎじゃないの？うち、元ヤンなんだよね。だから、キレさせない方がいいよ。キレさせようと思って発言してないから、勝手にそう捉えてるだけですよね。私に喧嘩売ったら後悔することになるよ。それでもいいの？だから、そんなつもりはないですってば。小学校の受験が終わったばかりなのに、問題を起こしたら困るのは自分の方なんじゃないですか？それもそうね。じゃあもう少し待ってやるけど、自分の立場考えた行動しなよ。何が言いたいのかわかりませんけど、でも私の子供の進路は千夏さんには関係ない。それじゃ失礼します。よかったわね、無事入学が決まって。こっちに遊びに来なさいよ、ケントも連れて。うん、そうするつもり。今週末には夫も帰ってくるし、一緒に行くよ。そうね、じゃあ楽しみにしてるから。でも、ちょっと気になることがあるんだよね。だから私だけ先に行くかも。気になることって何？うち以外にも小学校を受験した家族がいるんだけどね、近所に。なんかおかしいのよね。おかしいって何が？私のことが気に食わなかったのは元からみたいだけど、最近ついに子供にまで迷惑かけようとしてるみたいで、さすがにもう許せないからさ、話をつけようと思ってる。親の揉め事を子供に影響させるなんて一番良くないわね。また連絡待ってるから、詳しいことが分かり次第連絡してください。そうするね。
お母さんに伝える前に確認したいことがあるから。ちょっといいですか？なんだよおばあさん、うちらに話しかけないでって言ってるでしょ。あなたが私を勝手に目の敵にして私を見下してるのは分かってます。だからってママ友全員に無視させるのはどうなの？あなたが若さ自慢だからってそれはやりすぎ。他のママたちだって困ってるんじゃないの？はぁ、別に困ってないでしょ。みんな加齢臭が映るから近寄ってほしくないって言ってるし、うちが言ってるだけじゃないんだよね。あなたの指示だって聞きましたよ。それだけならまだしも、うちの息子にまで影響が出てるじゃないの。うちの子と遊んじゃダメだって言われたって、どうしてそこまでするんですか？うちが言ったわけじゃないし、他のママとか子供たちの意思でしょ。子供まで巻き込むなんて許せないわ。子供もかわいそうだよね。他のママはみんな若いのに、ババアすぎて息子ってより孫にしか見えないんだけど。加齢臭映るから私たちママ友と会うときは常に5メートル離れてね。そっちも近づかないでね。うるせえババア。ところであなた、実家はどちら？はぁ？福岡だけど何？わざわざそんなこと聞いてきてどうすんのよ。大学はどちら？元ヤンだって言ってましたけど、本当にそうなのかしら？私のこと舐めてんの？福岡では有名なヤンキーだったんだからな。いつの時代？中学も高校もだよ。悪いことしまくってたんだから。あんたなんて簡単に黙らせられるんだっつーな。中高と悪いことしまくってたのに、よくいい大学に入れたわね。大学？行くわけねえだろ。え？旦那さんとは大学で出会ったんじゃないんですか？大学なんてうちも旦那も行ってないし、旦那にはその辺で会ったんだよ。ナンパってやつだね。そうですよね。おかしいと思ったんです。はあ？あなた27歳だって言ってたわよね。お子さんは次で7歳のはず。それなのにいつ大学を卒業したの？と思ってね。何が言いたいのよ。大学なんて行ってないって。小学校の入学願書にあなたの経歴、嘘を書きましたね。え？おかしいと思ってたのよ。ヤンキーアピールするくせに入学試験の時には上品に話して、嘘ばっかりの経歴で塗り固めて、それで合格を勝ち取ったってわけですよね。それってずるいと思いませんか？いや、それとこれとはまた話が別でしょ。私は子供の未来のために頑張っただけで、合格したのはマー君の実力だし。確かにマー君は頑張ったかもしれませんし、実力もあるのかもしれない。だけど、あなたみたいなズルをする人間が母親で、そのせいで入学はなくなるんじゃないかしら？は？何？もしかして脅すつもり？バラしたりしないでよ。うちは入学が決まってるんだから。高齢出産のあんたのところとは違うのよ。うちも入学が決まってますよ。え？まあ当然だけどね。私からもこっちには近づくなって言いましたよね。だから近づかないでください。学校も自分から合格を辞退してください。何言ってんのよ、辞退？そんなのするわけないでしょ。子供のためにやったことなんだから。これくらい見逃せばいいでしょ。私の母親、そこの私立小学校の理事長なんです。え？私には近づかない約束ですよね。それに経歴の偽証もしているし、入学は取り消してもらうしかないみたいですね。ちょっと何言ってるの？どういうことよ？理事長だって？そうよ。あなたが高齢出産を見下してバカにして、子供にまで嫌がらせをさせた相手は、あなたが嘘をついてまで子供を入れたかった学校の理事長の娘だったってことよ。待って、理解できない。何言ってるのかわかんないんだけど。わからないならそれでも結構です。あなたの入学は取り消されるでしょうから、あんまり合格したこと周りに言いふらさない方がいいわよ。後から恥をかくだけですからね。いや、ちょっと待って、本当に困る。何これ、本当に事実なの？事実ですよ。あなたが何を言おうとも無駄。私の母が応募者の不正を許すと思えないし、ヤンキーだって言って私たち親子を脅したでしょ。そんな人間が入学するのを許可するわけないわよね。待って待って、ガチで言ってんの？
理事長の娘だなんて知らなかったし、それを知ってたらこんな態度取らなかったわよ。旦那さんの職業は嘘ついてなかったみたいだけど、あなたはコンビニのパートでしょ。なのにリモート秘書とか嘘ついてたじゃない。嘘をあんなに堂々とつけるなんてすごいわよね。嘘じゃないわよ。たまにやってみようと思うことはあったし、それは事実だよ。そんなの誰でも思ったことはあるでしょうね。だけど実際には嘘ついてるだけじゃないの。あなたはリモート秘書じゃないんだから。そうだけど、さとみさんごめんなさい。今まで失礼な発言があったことは謝る。だから今日の LINE はなかったことにしてくれない。子供も旦那も合格に大喜びなのよ。がっかりさせたくないでしょ。あなたが嘘ばっかりつかなければよかったね。それに私にも近づくなって言ってたし、入学が取り消されればそれでいいでしょ。私に近寄る必要もなくなるもんね。そういう意味じゃなかったんだってば。さとみさん、今まで変に無視したりしてごめんね。私とても反省してます。だから許してくれないかな。もはや許す許さないの問題じゃないんで、手のひら返ししてすり寄ってこようとしても無駄です。というか加齢臭移りたくないんでしょ。じゃあ近づかないのが身のためだよ。冗談だよ。あんなの本気で匂いするって思ったことなんてないし。じゃあ事実でもないことで他人を見下して嫌がらせしてたんだ。ますます最低だね。そんなこと言わないで仲良くしましょうよ。私も反省してるんだからお願い。無理ですね。なんで？あなたと仲良くするつもりはありません。ヤンキーと嘘つきが映ったら嫌なんで、もう金輪際近寄らないでくださいね。結局事情が学園にバレてしまい、千夏さんの息子さんの入学は取り消しになり、千夏さんは絶望したんだそうですよ。里美さんに何とか媚びを売ろうとしたんだそうですが、完全に無視されたのだとか、当然ですよね。その後は他のママ友からも、もともとよく思われていなかったこともあり、完全に孤立することになったようです。旦那さんも入学取り消しの事態を知ってブチギレて、離婚騒動に発展してしまい、現在は別居中なのだとか。嘘ばかりついて自己中な行動を繰り返したせいで、最終的には何も得るものはなかったみたいですね。